こんにちは日経ネットワークで編集長を務めている小原と申します仕事で必要となるネットワーク技術が基礎から体系立てて学べる雑誌それが日経ネットワークです普遍的な技術から最先端を支える技術までを図表やイラストを豊富に使って分かりやすく解説トラブルやネットワーク構築の事例を数多く取り上げ経験者にしかわからないノウハウを公開します それらを疑似体験することで、ネットワークの設計、構築や運用管理における実践的な知識が身につきます。これから、そんな日経ネットワーク2012年11月号の見どころを紹介しましょう。突然ですが、ご覧いただいている問題の答えはわかるでしょうかこれは、11月号の最終ページに掲載している 今後の確認テストの第一問で DNS に関する問題です。DNS はドメインネームシステムの略でウェブアクセスをしたりメールを送受信したりするのに不可欠な名前解決を実現するための仕組み。名前解決ができなければウェブアクセスもメールの送受信もできないわけですからまさにインターネット利用の要とも言える機能を提供するのが DNS なのです。 11月号の特集1では、この DNS を取り上げました。基本的なプロトコルですから、DNS ならわかっているという方も多いかもしれません。では、今年前半に話題となった幽霊ドメイン名や DNS チェンジャーは何が問題だったのかについてはいかがでしょうか。共にセキュリティ上の脅威ですが、DNS をきちんと理解していなければ問題点はわかりません。そして、 問題点が分からなければ、適切なセキュリティ対策を施すことも不可能です。本特集を読めば、DNS を構成するものは何か、それらはどうやって名前解決を実現しているのか、DNS サーバーはどこに存在するのかなどを抑えることができます。もちろん、今後の確認テストの答えも分かるはずです。Web アクセスができないというトラブルの原因になり得るのは、DNS 周りだけではありません。 複数の障害が発生したためにウェブアクセスをできなくなってしまったというトラブルを紹介しているのが当事者が語るトラブルからの脱出です原因を発見して取り除いたはずなのに一向にトラブルが収まらないというのは管理者にとって悪夢のような状況ですそのような状況に陥ってしまった管理者がどうやって原因を発見し解決したのかそもそも何が原因だったのかを 時系列で説明します。特集1の今だから DNS 再入門が普遍的な技術を取り上げたのに対し、特集2が注目したのは最先端です。それは新 Windows のネットワーク機能。この秋3年ぶりに Windows の新版が登場しました。クライアント側の Windows8 とサーバー側の Windows Server 2012です。 すでにネット上や雑誌などさまざまなメディアで新しい Windows の機能が紹介されていますが日経ネットワークではもちろんネットワークに関する部分に焦点を当てて新機能を解説します最新動向を追った記事は他にも数多くあります例えば直近の1ヶ月に報道されたニュースの中からいくつかを選んでその真相などを深掘りするニュースの裏側 11月号では2本の裏側をお届けします。1本目が iPhone5 人気で浮上した LTE 周波数帯の課題。iPhone5 の通信機能のポイントの一つは高速な通信方式である LTE への対応ですが、実は iPhone で初めて対応周波数帯などによってモデルを分けなければならなかったのには LTE のバンドクラスというものが関係していました。 そして、2本目のニュースの裏側が、IEA のゼロデイ攻撃に有効な無償ツールが脚光です。9月中旬から下旬にかけて、インターネットエクスプローラーの新しい脆弱性が話題になりました。その脆弱性を解説するとともに、対策として脚光を浴びた無償ツールを紹介します。どの記事が基礎知識を扱ったもので、どの記事が最新動向なのかは、 目次を見れば一目瞭然です。記事のページ数の前に基礎知識、疑似体験、最新動向のアイコンをつけているからです。また、目次の3ページ目には、この3つの記事タイプと、運用保守、設計構築、製品選択、キャリアアップという4つの購読目的をマトリックスにしておすすめ記事を提案するナビゲーションも用意してあります。 つまり日経ネットワークは様々な読み方ができるように設計しているのです。最終ページには今後の確認テストがあります。11月号の確認テストは第1問が特集1から、第3問が特集2からの出題、そして第2問は実践講座の一つである身近な Q&A で学ぶセキュリティ講座からの出題です。自分の回答が間違えていたら、再度 対象の記事に当たるという読み方もできます。今後の確認テストの正解は、次号の最終ページに掲載します。それだったら回答が間違えていたかどうかわからないというご意見も頂戴します。もしそうお感じになった場合は、ぜひ本誌と連動した e-learning をご利用ください。日経ネットワークの e-learning とは、対象となる記事の全文をデジタルマガジン形式で読め、さらに その記事をよりわかりやすく、より深く学べるように、動画や音声、追加解説を用意したものです。本誌最終ページに掲載した問題を含む20問以上の確認テストもあります。確認テストの採点をすれば、正解か不正解かだけでなく、その問題を解くためには、どの記事を読めばいいかも示します。e-learning は有料ですが、日経ネットワークの定期購読者の方は、 e-learning 体験版として、特集の一部の e-learning を無料でご視聴いただけます。体験版には、本誌掲載文を含む5問の確認テストがあるため、事後を待たずとも正解を知ることができます。なお、有料の e-learning では現在、3ヶ月無料キャンペーンを実施中。さらに、2012年4月号から9月号まで連載し、ご好評をいただいたネットワークの仕組み超入門、 全6回の e-learning も期間限定でご視聴いただけます。このように多彩なメディアで情報を提供する日経ネットワークをよろしくお願いします。